かつて決めた三回転アクセルに、海外ファン、史上最高、フィギュアスケートの五輪連覇王者、羽生譲る ANA は、3月に行われた、世界選手権男子シングルで3位だった。ショートプログラム、SP で首位に立つなど、久々の国際舞台を終えた26歳について、海外指揮者は、過去の三回転アクセルの動画を公開し、声。 出来栄えペンプラス6イコールパーフェクトなどと絶賛している。今見ても目を奪われる。リンクに響くピアノの旋律。バラード第1番のメロディー。淡いブルーのグラデーションがかかった衣装をまとったハブは、勢いをつけると思い切り飛び上がった。高さのある3回転アクセル。着氷が見事に決まると、 会場は悲鳴にも似た歓声に包まれた。昨年2月、4大陸選手権の SP で披露した 3A の動画のようだ。19年 NHK 杯のジャンプ映像も合わせ、欧州衛星放送局ユーロスポーツで解説を務めるマッシュミリアーノ・アンベイ氏、氏が自身のツイッターに公開。3回転アクセルの異なる入りとで、 しかし共通する要素として、声について言及している。動詞は、声プラス6イコールパーフェクトと火の打ちどころがない、ジャンプだと絶賛。すごい高さと幅、綺麗な踏切と着氷、軽やかさ、難易度が高く。創造的な入り、非常に良い体の位置、要素と音楽の一致と6つの項目で、それぞれプラス1の評価を与え、疑う人はいるだろうか。 と問いかけている。この投稿に、海外ファンからは、史上最高の3回転アクセル、彼の 3A は、とにかく美しい。完璧などと賛同するコメントが寄せられたほか、疑問は、ユズの3回転アクセルが5、5位プラス5を取れなかったということ、ジャッジは、ユズがもっとできると思ったのかな。だから、 低めの点数をつけた ISU のジャッジがそういう見方をしていないだけ。不公平などといった意見も書き込まれていた。羽生譲るが、スターズ・オン・アイスに出演、フィギュア・フィギュア、スケートのアイスショー、スターズ・オン・アイスの主催者は2日。五輪に連覇の羽生譲る、26、イコール ANA イコールの出演を発表した。横浜アリーナで4月22から25日に、 開催される。2021年世界選手権、銀メダルの鍵山雄心、17、イコール神奈川、制作国最高横浜イコールや、18年ピョンチャン銀メダルの、宇野昌磨23、イコールトヨタ自動車、20年4大陸選手権、金メダルの木平理香18、イコールトヨタ自動車イコールらも出演する。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。